悩める妹ちゃん、俺にその悩み打ち明けてごらん。カナさんに言いづらいなら俺を指名しなよ。悩みなんて忘れさせてあげる。ようこそクラブ物体。あの、カナメさん、このお二人はどなたですか？You're my special. 世界で一つだけの大切な笑顔。君を誰にも渡したくない。ビラブサバイバー。微笑みはサンライズコー、このテラス。君というサプライズ。そばにいる奇跡、この歌が鳴る。Everybody fight on。娘さんの家に泊まった私は、本当の家族になるためみんなと向き合おうと心に決めた。いいか、お前は朝比奈家にとって必要な存在だ。みんなが衝突するのはそれだけお前のことを思っているからなんだ。じいちゃん、大切なのは血じゃない。つながっているべきなのは心。あれから季節は夏になり、あずささんも退院しました。悩める受験生に典型を授ける。典型？なんだ？神の啓示という意味。ほら、海外旅行もなくなっちゃったし、小旅行も悪くないかなってね。クラブブッダ、何ですか？法要なんだけど、うちの総本山、八ヶ岳にあってさ、ちょっとしたお祭りみたいな感じ。このポーズ決めてる野郎たちはなんだ？それは俺の同僚たち。中でも一番のイケメン、容認っていうのがこの俺。はあ、夜が明けるまで枕元で御仏の愛を唱えちゃうよ。一緒に涅槃に行こう。聖職者にもかかわらずこんなホストまがいな、いかがわしい。いや、全員本山のお墨付きもらってんだし、まがいもんはいないから。まあまあ、要するにこれ夏祭りみたいなもんなんでしょ。さすがまさにおっしゃる通りでございます。お祭り行きたい。うん、みんなで行ってみてもいいんじゃないかな。マサオミ兄さん。八ヶ岳か、別荘から近いね。別荘？聞いてなかったの？うちの別荘、八ヶ岳にもあるって。にも？ああ、他にもあるし。すごい。せっかくだし、どうかな。家族旅行行ったことないですし、嬉しいです。私も行くぞ、地位を守る。ジェリー。じゃあみんなに声かけて、行ける人だけでも行こうよ。マサオミ兄さんがそう言うのであれば仕方ありませんね。カナメ、うん、ありがとう。今日は男性の格好なんですね。こっちも悪くないでしょ。はい。そろそろ出発の時間ですが。スバルが電話中だから
待ってあげて。あれ、カナ兄いないの？カナメは準備が多いので、昨日から行ってますよ。悪い、遅くなって。どうだった？うん、もう少し考えたいって言っといた。そっか、だよね。何の話だろう。では、出発しましょうか。わーい、お祭り！じゃあ、行ってこい。え、ユウスケ君は？あ、俺、予備校の夏期講習と丸かぶりだって忘れててさ。行きてえのは山々だけど、おめえと違って成績悪いし、今は旅行よりも受験が大事だから。俺、おめえと同じ大学入りてんだ。ユウスケ君、楽しんでこいよ。こっちの車誰乗るんだ？はーい。なあ、他は？はい、妹さんはこっち。どうかした？いえ、何か大切なものを忘れたような気がして。え？大丈夫、忘れ物も含めて旅行の醍醐味なんだから。旅慣れてるヒカルさんが言うと説得力が違いますね。ところで一つ聞いてもいい？何でしょう？ちょっと前のことだけど、夏目の部屋に一晩泊まって何もなかったの？汚いな。まずいこと聞いちゃった？で、どうなの夏目？あずさまで、何もあるわけないだろう。兄弟なんだぞ、なあ。はい。お前をどこにもやらない。ふん。じゃあまだ何か？入院中のあずさとは何もなかった？あぶね。後ろは随分と賑やかなようですね。ヒカルがいるからね。いいな。なんだよ急に。動揺してる？どうなんだあずさ。バカ言わないで、病人だよ。そうですよ。だよね、看護師さんの目もあるしね。あ、でも屋上とかなら誰もいないかも。もう謝らないよ。だって僕は誰よりも君が好きだから。あれ、そういえばまだ何か？いつものナイト君は？キー、なぜいつも私を忘れるのだ？もう東京出ちまったぞ。あんたたち本当面白い。あれ、京兄は？いかがわしい祭りには興味ないから別荘の掃除してるって。僕は要の上の人に挨拶してくるから、ここからは自由行動ね。じゃあ僕はお姉ちゃんと一緒。うん、任せていいかな。はい。わーい、かき氷食べに行こう。十三男が一番積極的みたいだね。かき氷美味しいね。もう3杯目だよ、ちょっと食べ過ぎなんじゃ。早く早く、あ、始まっちゃう。もう待ってよ。なんだろう、イベントかな。朝倉フードスペシャルライブへようこそ。ラストまで盛り上がっていこう。フードくん、生フードかっこいい。すごい熱気。私、まさかこんなに人がたくさんいるのに。お姉ちゃん、おわたるちゃん、どうしたの？かき氷、やっぱり食べ過ぎだったみたい。え？わたるちゃん、大丈夫かな？ねえ君、一人？え？いい男いなかった？俺はどう？いや、クラブブッダ、すみません、ひょっとしてカナメさんの同僚の方ですか？カナメ？妹ちゃん、来てくれてありがとう。あれ、まさか彼女カナさんの客？
違うってばちーちゃん。彼女は妹だよ。妹。妹？あの、ちーちゃんって…ああ、彼は千の秋と書いて千秋。だからちーちゃん。ここでは千秋って呼ばれてるけどね。なるほど。君がかなさん自慢の妹ちゃんか。え？そうそう、俺の自慢の可愛い妹。おやおや。ナンバー2とナンバー3が揃って、可愛いお客さんの奪い合い。流星さん。この子がかなさんの妹ちゃんですって。妹？はい。妹ちゃん、この人はクラブブッダのナンバーワン、流星さん。どうも。そうそう。二人とも本堂へ戻った方がいいよ。あ？お客さんダブルブッキングしちゃってるみたい。怒られるぞ。それ先に言ってくださいよ。妹ちゃん、また後でね。かなめさん、会えて嬉しいよ。あ、かなちゃん、可愛い妹ができたって喜んでいたから。かなめさんがそんな風に。疲れるでしょう、いい妹演じるの。え、突然ごめんね。これでも一応坊主だから分かっちゃうんだよね、人の悩みとか。私そんな風に見えますか？いや、人間って男も女も老いも若きも金持ちも貧乏も結局悩むことは同じなんだよ。不思議なくらいね。人は愛で悩む。家族だろうと恋人だろうと昔から、そしておそらく遠い未来もずっとね。本当のお坊さんみたいです。すみません、本当のお坊さんでした。愛の悩みは尽きないけど、ありのままの自分でぶつかるしかないよ。それでも壊れないのが家族だし、本当の愛だからね。ありのままの自分。好きだ、絶対に誰にも渡さない。だって僕は誰よりも君が好きだから。他の兄弟たちと同じように俺もお前に夢中になってるってこと。ずっと俺のそばにいてほしい。これからずっと俺にはお前が必要だ。俺おめえと同じ大学入りてんだ。僕は告白なんかしないよ。好きなら奪う、あんたの許しなんかいらない。正直な気持ちをありのままにみんな伝えてくれてたんだ。ぶつかるのを恐れて逃げていたのは私。お姉ちゃん、ごめん。わたるちゃん大丈夫？うん、大丈夫。じゃあ妹さん頑張って。どうかしたの？お疲れちゃん。祭りも大盛り上がりだったよ。ふーちゃんもありがとね。兄弟だからって強引にブッキングしないでよ。事務所も困るんだから。でもふーたんかっこよかったよ。途中退場したくせに。すごい見えてたの。みんな楽しめたようで何よりです。今日にも来てくれたらよかったのに。思ってもないことを。だよな。そうやって本当のこと言うなよ。相変わらず兄弟が揃うと賑やかだね。妹さんはこの雰囲気慣れた？はい。でも、うん、もっとこの家族の一員になりたいです。どうしたの突然。君は大切な妹だよ。そうだよお姉ちゃん。ありがとうございます。でも、もっともっと家族になりたいなって。なんかうちの寺で悟り開いちゃった？ふん。眠れないの？かなめさん、星空がとても綺麗で、東京じゃこんなのを見られないから。俺も好きだよ。あの、
今日は誘ってもらってありがとうございました。喜んでくれてよかった。じゃあお返ししてもらおうかな。ちょっとだけこのままでいさせて。これ剣ですか？ああ、ペンは剣よりも強しって知ってる？言葉は暴力を超えるって意味なんだけど、でもこの世界には剣よりもペンよりももっと強いものがあるんだ。それはね、愛だよ。君の家族への思い伝わったよ。だから今度は俺が行動しなくちゃね。今日は来てくれてありがとう。礼を言うのは俺の方だ。おやすみ、俺たちの大事な妹ちゃん。家族になんてならない。あんたは僕のものだ、姉さん。チャンスはあげたよ。姉さんが悪いんだからね。もっともっと家族になりたいなって。熱すぎる。お？随分と早起きだね。ちょっと下げすぎ。冷房は苦手なの。よく平気でいられるな、この暑さが。暑さって夜風が涼しいくらいだよ。何かあった？別に何もない。何もできなかった、うん、はあ、おはよう。ふーたん？本気になっちゃったんだ。空気が美味しい。ジュリも連れてきてあげたかった。危ない。大丈夫か？スバルさん、怪我したりしてないか？はい、ありがとうございます。ロードワークですか？そうなんだけど、その今ちょっといいか？大丈夫ですけど。お前、日本にもバスケのプロリーグがあるのを知ってるか？はい。実はその所属チームからスカウトされたんだ。スカウト？あ、もしかして昨日の電話は？ああ、 OK すれば俺はプロ選手になれる。プロにですか？でもな、オファーは九州のチームからで、プロにはなりたくても九州じゃお前に会えなくなる。受験生のお前についてきてくれなんて言えるわけもない。バスケと私のことを切り離してもらうことはできませんか？スバルさんにバスケを捨ててほしくないんです。私、バスケをしている時のスバルさんが好きだから。後悔してほしくないんです。そうか、お前の気持ちが聞けてよかった。ありがとう。もう少し考えてみるよ。じゃあ。朝食はスバルが戻ったらね。あ、はい、何か作りますね。ありがとう。あと帰りにちょっと寄りたい場所があるんだけど、いいかな？はい。
ここだよ。あなたのご両親のお墓です。え、凛太郎さんに聞いてね。僕たちもきちんと挨拶したかったから。お父さん、お母さん、今とても素敵な兄弟たちと暮らしています。凛太郎さん、ううん、パパは私のパパで、兄弟たちも美和さんもみんな本当の家族です。お父さん、お母さん、産んでくれてありがとう。私幸せです。お仕事？うん、趣味。英語？やだ。これはブラザーズコンフリクトって読むの。兄弟喧嘩ってこと。兄弟？僕たちみたいな？まあね。じゃあこの中だと誰が勝つと思う？EGO。 そ、よくわかんないけど。あ、これ。なんでそう思うの？13番の攻撃力が一番大きいもん。あ、確かに数字は一番大きいね。でしょ。はい、当たった。これ、攻撃力じゃなくてオッズだから。オッズって何？ねえ、お姉ちゃんにばっかりゲームあげないで僕にもちょうだい。参考までに聞いておくが、渡るはどういうゲームが欲しいんだ？一緒にプレイしてるとお姉ちゃんがドキドキしてくるやつ。却下。